ヤギが田中和光と共にデザインした札幌オリンピックのメダル造幣埼玉博物館にて展示。ヤギイップ7月4日から1979年2月28日は日本の陶芸家である。戦後復興期に前衛陶芸家集団総泥社を結成、器としての機能を持たないオブジェ焼きと呼ばれる作品を発表し、現代陶芸に新分野を確立した。 陶芸家、八木ヒ草の長男。長男は、陶芸家の八木明。京都市五条小坂に、陶芸家、八木ヒ草の長男として生まれる。1937年京都市立美術、工芸学校彫刻科卒業の後、小校小設置の国立陶磁器試験所の練習生となり、沼田和正の日本陶堀協会に入会し、陶堀を学んだ。 1939年兵役で南市関東方面へ派遣されたが、病気のため翌年除隊。帰国後、日本画の前衛団体、歴定美術協会などと関わりを持つ中で、シュルレアリスムや中小美術などの西洋の最先端美術への親しみを深めるが、戦時下の社会で前衛を否定して、古典回帰を求める風潮が高まり、ヤギもまたしばらくは陶芸を中断して、 神戸や京都で教員として生活した。戦後1946年教員を実施陶芸に専念するようになる。1948年7月、鈴木治む山田光らと共に陶芸による新しい造形表現を目指す前衛陶芸家集団総泥社を結成。初期はクレーやミロなどの影響が見られる新しい文様を 施した陶器を発表したが、やがて、ピカソやイサムノ口などに触発されて、前衛的な陶芸を目指すようになる。1954年東京、フォルムガローでの古典でザムザシの散歩を発表。これは、穴の開いた円管と多くの小さな管をろくろで作り、それらを組み立てて3本の足で支えたものである。昆虫の触覚や足が生えた様を思わせる本作は、 器としての機能を持たない純粋な立体造形であり、オブジェ焼きと呼ばれ、現代陶芸史の記念碑的な作品となった。その後も白化粧や無釉焼き締め、しがらぎ、黒糖など次々に作風を変えた。一時はブロンズやガラスによる作品も手掛け、1970年代に入ると簡潔なフォルームで本や手足などの具体的なイメージを表現する、指摘で基地に富んだ。 国糖作品の数々を発表した。1971年京都市立、芸術大学美術学部教授となる。1972年札幌オリンピックのメダルのデザインを担当。1973年京都市立、芸術大学シルクロード調査隊隊長として、イラン、アフガニスタン、パキスタンに赴く。1979年心不全のため救性。 去年60歳、著書作品集展覧会カタログ、ありがとうございます。